今ですね、姿見の池から地獄谷噴射口で見て、今度は噴射口を背にして右側のルートに来てます。多分諏訪井平から来るというか、諏訪井平に行く方はこっちだと思うんですけどね。また天気が真っ白になって何にも見えなくなってきましたね。やっぱあれですね、中国人の観光客が来てますね。台湾かな、わかんないけど、こんなに天気が悪いのにすごい濃いサングラスをしてる、バチがいいな。わかりますよね。そうなると日本人みたいな。うわ、本当に何も見えない。ですね、今そのあれですね、あそこちょうど尾根のあたりに登山道みたいなの見えると思うんですけど、あれが諏訪井平に行く登山道ですね。一人今歩いてますね。なるほど。ああいう風にそこに遊歩道があって、ただ今11時半じゃないですか。で、諏訪井平まで2時間かかるんですよ。で、ぐるっと一周回ってくるのはまずありえないんで、そうなるとゴンドラ、ロープウェイの時間がとても間に合わないんで、まあ多分諏訪井平っていうところに展望ベンチがあるらしいんです。2時間行った先にそこに行くだけの人だと思うんですけどね。いやそんなに装備もナップザックみたいな形だったし、晴れるとすごい景色がいいですね。じゃあちょっと行ってみましょうかね。天気がいいとめちゃめちゃ景色がいいんだと思いますけどね。何これ、何だろう、蜂の巣みたい。すごい、うわ、マジ、綺麗。夫婦池ってとこに来ましたね。すごい綺麗。現在です。11時30分。夫婦池ってとこに来ましたね。地図上では見たことあるんですけど、実際見るとこんな感じですね。で、今ちょっと雲が晴れるとすごい綺麗ですね。うわー、すげえな。ちょっとあの辺明るくなってますけど、すごいな。うわ、すげえとこ来たな。すごい綺麗。今一瞬だけ雲が晴れたんですけど、なんで夫婦池なんだろう。小噴火口が活動を停止してやがて水を垂れるもの。そうなんですよ。この辺はチングルマの群生地なんですよね。なので6月とか7月とかすごいと思いますね。うわ、すげえ。向こう行ってみよう。じゃ行ってみましょう。鏡池ってところの田元に来てるんですけど、うわー、すげー、何これ、綺麗、めっちゃ綺麗ですね。わー、これすごいわ。ちょっとここから先は熊の危険があるということで、熊鈴をガンガン行ってますけど、わあ、なるほど。
ああ、結構すごいですね。綺麗ですね。おお。あ、なるほど、なるほど。うわ。すごい綺麗。まあ、ここ登ってくるのがまた。よいしょ。はあ、ははあ、さっき人いたんだけどな。ちょっと行ってみましょうかね。よいしょ。やっぱエゾリンドウの季節ですね、9月は。おお。リズリズリズ、あ、リズリズ、はい、動くな動くな、かわいい、あ、早い、もういなくなっちゃいました。登山道があそこだ。あそこに登山道がありますね。あ、山頂がこっちなんですかね。うん、ちょっと行ってみましょうかね。なんだ、リスってこんなとこにもいるんだ。でもあれですね、あのよく図鑑とかで見るあのリスじゃないですね。っていうのはこれから冬に向けてやっぱり蓄えてるせいか、ちょっとデブってますね。A4 満点っぽいリスでしたね。はぁ、あ、はぁ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 。ああ。ちょっと。わ、なんか一面おお、すごいな、今から行くんだ。いや、俺は無理だけどね。
さっきの若者はどこまで行くんだか分かんないですね。とりあえず黒岳とかあっちまで行くにはとても多分地図上では8時間ぐらいかかるから、雨降ってきた。もう行っちゃったな、行っちゃらなきゃ。もうゴールだ。じゃあじゃあ、じゃあ、thank you。